山のシティライトスタジアムに来ました。今年初観戦、現地観戦ということですごく楽しみです。今日すごく天気が良くて日差しも強くていい日になりそうです。気持ちよく帰れるように応援していきたいと思います。ハーフタイムです。北側の1点で今1対0で、勝っております。会場がほぼ満席なのかな、多分満席だと思います。めちゃめちゃいい雰囲気だと思います。いや楽しいです。このまま勝って帰りたいと思います。おお、竹内だ。竹内、高橋裕二、決めろよ決めろゴールをさ言うために来てるようなところもあるよね。
何分なのか教えてくれ。もどき。うわー、キャーキャー。あー、やったー。やったぞ。無事に今試合終わりまして1対0、北川 あの前半の1対を守り1点を守り切った形で勝利、勝ち点3を持ち帰ることができました。私今日、今季初観戦だったんですけど、やっぱスタジアムいいなって改めて思いました。いや、 もちろんエスパルスもそうだし、岡山の方もめちゃめちゃかっこよかったし、なんかそのスタジアムのやっぱり雰囲気がすごくいいなっていうのと、やっぱね、あの個人的に決めろ決めろゴールゴールがすごい好きで、なんかあれをやりに来てるようなっていうのも本当に大きいなと思って、そういうのなんか参加できるのも楽しいし、さらに勝ってこの気持ちいい気分で終われてるのがすごく嬉しいです。いや、やっぱ北川は、今季の北川は上手すぎる、うん、やっぱ北川が中心になっているなっていう感じしましたし、まあ、でも相変わらずディフェンスでみんな体張ってるし、惜しいシーンも他にもあの何個かあったし、まあ、PK はちょっと残念でしたけど、うん、まあ、結果的に、ね、みんなで、ゴールを守って、1点を守って勝つことができて本当に良かったです。本当にありがとうございます。ソース、これからも応援していくので、あのこれからも首位は死守でいきたいですね、うん、ありがとうございました。何か恥ずかしい。